さあさあ、まあ、両者ともにダウンを奪われ、はい、31夜いやまあね、いろんな人に絡まれたんですよ。まあその中で多分一番面白そうだなと思ったのがやっぱ清水亮太郎だったんで、お薬やめれたのったらめっちゃおもろくないですか。清水さん、はい、お薬やめれたの？お薬やめれたの？おお、やめれてからここにいんだよ。本当？10年ぐらい前かな、よくテレビ見てたんで、めっちゃうまいな歌みたいな、でモノマネも上手だなみたいな、けどなんか笑ったこと一回もないなみたいな、もっと笑かしてほしいなと思うんですけどね。僕が笑い教えてあげようかなって感じですね。元旦にオンエアされてからまあまあありがたいことにも街歩いてたらまあ話しかけられますし、握手写真、まあ、囲まれます。はいはい、それ何日ですか？13日か14日。13日だったら僕じゃないです。14日だったら僕です。感謝っすね、彼には。僕を選んでくれたっていうのは、まあ、本当に感謝っす。まあ、ただ僕はテレビの世界にいた人間なんで、正直ちょっと二流だなっていうのは見てて思いました。あんなにカメラが向いたのは本当に警察署の前以来ですね。6年ぶり。清水明の子供、なんかいい子ちゃんでいないとっていうのにストレスはありましたね。まあ、野球をやりながらいろいろこうやんちゃしたり、毎週毎週親が学校に呼ばれてめちゃくちゃ調子乗ってましたよ。違法カジノ店に出入りしてたっていうのも週刊誌に取られてしまって、そのカジノ報道で落ち込んでるところに悪い先輩が近づいてきて薬を出してきた。3ヶ月ぐらい中でいたんですよ。そっから出てった時の方が現実を見たっていうか、決まってたお仕事の違約金で全部なくなっちゃったんです。あ、終わった、どうすんだろう、家賃も払えない、で子供もいる、僕もう本当に死のうかなって感じぐらいです、その時で。川崎で一人でこうやって立ってたら路上ライブやってたんですよ。これだと思って、俺はこれだと思って、一人でカラオケボックス行って、そしたら僕カラオケ屋からこうやって出たら、うちの親父が立ってたんですよ、川崎のカラオケ屋に。で親父が言った一言が間に合ったよって、だからもう親父も僕のこと死ぬと思ってたんです。で俺路上ライブやろうと思うんだっつったら、いいじゃん。でも当時お金ないから路上ライブのアンプ、5万円ぐらいのアンプを親父が買ってくれて、でいつも僕が何言っても、いやそれはこうだ、いやいやっていう親父が、いいじゃんいいじゃんって、やれよやれよ、いいじゃんお前やりたいことやれよっていう、その時は本当に助けてもらったなっていう感じでしたね。正直猫かぶって芸能界にいたなっていうのは今思います。このブレイキングダウンをいい機会に自分を出していけたらなっていうのがあります。今の知名度だったら僕のが圧倒的に上なんで、今彼は三流で僕が一流ですね。彼とは多分住んできた世界が違うというか、ボッコボコにしようかなと思ってます。またお薬にやらないように僕が拳で教えてあげますよ。それマジっすか？うわ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 、試合取りやめっていけます？モノマネ界の機関部、清水亮太郎。さあ自らの過去を超えていけ、ミスターブレイクヌルエンターテイナーへ、ブレイキングダウン本戦2000。メタバースの土地、7万円相当のザラメタバースの基軸通貨である
ゼータトークンが授与されます。さあ、みくるさん、清水 VS 塗り棒、フェザー級の世界ワンマッチ。さあ、どんなパフォーマンスを見せるか。左手、右ストレート、最初にダウンを奪い取りました。たった3秒で奪い取った。結構効いてますね。効いてますかね。揺れてますね。脳は今のいいアッパーでしたね。さあ、行くか。右フック、両フック振り倒す。あと、清水を来た。お互い渡れば倒れるという展開になりそうですね。お互い、うわー、いいのか。塗り棒も倒れた。塗り棒も倒された。右3 4 5。いやー、リクトさん一進一退ですね。こんな塗り棒の試合でこんな面白い試合が見られると思いませんでした。さあ、おー、右右ストレート、ブレイキングダウン。塗り棒、塗り棒、すごい音しましたね。音がすごい。いや、庄司さん、破裂音のような音でしたね。折れたんじゃないですかね。結構音しましたよ。清水が立ち上がれない。血が見られている。ドクターが見る。ちょっと眼下手が心配ですね。そうですね、はい、いや、神戸さん、ちょっと考えられない音になりましたね。すごい音しましたね。仮想通貨の喧嘩コイン10万円相当が授与されます。プレゼンターは喧嘩動画の、改めてさん、この塗り棒のパフォーマンスいかがでした。コースに通ってたみたいで、まあ、練習の成果が出てたんじゃないですかね。そうですね。いや、山本さん、はい、見応えあるよ。試合がもう一発ずつ当たるというか、なんかいいものを見させていただきました。そうですね、はい、担架が用意されて、清水亮太郎が担架で運ばれることになりました。大沢さん、まあ、両者ともにダウンを奪われながら最後は塗り棒は決めましたね。そうですね、でもやっぱり清水選手も1回目のダウンですごい倒れ方したんですけど、その後しっかりね、あの気持ちの見える試合だったんで、本当に、あのいい試合でしたね。イエーイ。